東正明玉、電子島淀山湖、東正明玉、電子島の一島方面玉電子島は中華、人民共和国上海市保島新ク区各地橋、金融防衛区に位置するテレビ島。上海テレビ島、オリエンタルパールタワー、上海タワーとも呼ばれる。高さ467.9メートルで、甲州島が完成するまでは、アジア第一位、世界では、 カナダのトロントにある CN タワー、ロシアのオスタンキノタワーに次ぎ、第3位の高さを誇った。展望台は3つ、351メートル、263メートル、90メートルの高さのところにある。各展望台からは360度広がる上海の街をカナダまで眺められる。特に夜は広報を行き交う船やワイタンの夜景を一望できる。 1990年着工。1994年11月、完成。総建設費8.3億元。2015年11月14日、パリ同時多発テロ事件への抗議と哀悼として、トリコロールの3色にライトアップした。上海東方名玉電子塔には、大小合わせて11個の球体がデザインされている。球体は、名玉をイメージしている。これは、 設計者が、当代の詩人しろ、虚偽の長編の詩、美和行の一節からインスピレーションを得たと言われている。その一節とは、一家である。大言、女級、小言説説女子語、創設説作雑談、大使小玉内玉版、ディストピア SF 映画、ウルトラバイオレットで登場し、映画、ゴジラファイナルウォーズにも登場する。ありがとうございます。